やっと人里に着いたわね。なんだか白い花があちこちに咲いてるけど、ここってなんていう村だっけ？マノリアだよ。街道沿いにある宿場村さ。あの白い花は木蓮の一種だね。綺麗よね。それに潮の香りに混じってかすかに甘い匂いがするような。なんだかお腹が空いてきちゃった。花の香りで食欲を刺激されるあたりがエステルらしいっていうか、まさに花より団子だね。だって育ち盛りなんだもん。ちょうどお昼だし、休憩がてらランチにしない？いいけど、何か手持ちの食料はあったかな？あ、ちょっとタンマ。どうせだったら落ち着ける場所で出来たての料理を頼まない？せっかくルーアン地方に来たんだし。確かにそうだね。それじゃあ宿酒場を探そうか。
ようこそ白の木蓮亭へ。見かけない顔だけど、マノリアには観光で来たのかい？ううん、ルーアン市に向かう途中なの。ボース地方からクローネ峠を越えてきたんです。クローネ峠を越えた？はあ、あんな場所を通る人間が今時いるとは思わなかったな。ひょっとして山歩きが趣味とか？そういうわけじゃないんだけど。ところで、歩きっぱなしですっごくお腹減ってるのよね。何かおすすめはありますか？そうだな、今なら弁当がおすすめだけど。お弁当？町外れにある風車の前が景色のいい展望台になっていてね。昼食時はうちで弁当を買ってそこで食べるお客さんが多いんだ。あ、それってナイスかも。聞いてるだけで美味しそうな感じがするわ。それじゃあそうしようか。どんな種類の弁当があるんですか？スモークハムのサンドイッチと魚介類のパエリアの2種類だよ。どちらもうちのおすすめさ。私はサンドイッチにしようかな。それじゃあ僕はパエリアを。前田り、締めて120ミラだよ。
ついでにサービスでハーブティーもつけておいたよ。これもうちの名物でね。わ、ありがとう。それじゃあ展望台に行こうか。ここはさっき調べたばかりね。雑貨屋さんにもいなかったし、困ったわ。どこに行っちゃったのかしら。ヨシュア、ほらほら早く。ちょっとエステル、前を向いて歩かないと。私が前を見てなかったから。いえ、大丈夫です。すみません、私の方こそよそ見をしてしまって。そうなんだ。じゃあ、お会いこってことで。まったく、エステル、何やってるのさ。ヨシュア、どうしたの？いや、ごめんね、連れが迷惑かけちゃって。どこにも怪我はないかな？はい、大丈夫です。私も人を探していて、それでよそ見をしてしまって。誰を探してるの？帽子をかぶった10歳くらいの男の子なんですけど、どこかで見かけませんでした？帽子をかぶった男の子、ヨシは見かけたりした？いや、ちょっと見覚えがないな。そうですか。どこに行っちゃったのかしら。私、これで失礼します。どうも。ヨシュア？ねえ、ヨシュアってば。え？ああ、どうしたの？どうしたもこうしたも。あ、もしかして。なるほど、そういうことか。なんか激しく勘違いしてない？照れない照れない。一目会ったその時から恋の花咲くこともあるってね。違います。ただ昔の知り合いにほんの少し似ていただけだよ。それでちょっと驚いただけさ。へえ、ほう、昔の知り合いに似ているね。口説き文句としては30点かな。ところでエステル、あの子の制服見覚えない？そういえばジョゼットが変装に使ってたなんとか学園ってところの制服？ジェニス王立学園だよ。このルーアン地方にあるらしいから見かけても不思議じゃないけどね。今のが本物なんだ。なんか清楚で礼儀正しくて頭も良さそうだったわね。生意気僕ことは大違いだわ。何言ってるんだか。ジョゼットと最初に会った時、完全に騙されていたくせに。そういや、あの時も僕のことをからかっていたよね。ま、それでまんまと騙されたら世話ないんだけど。
人をからかう暇があったらもうちょっと観察力を養った方がいいんじゃないの？わかった、わかりました。もうからかったりしません。わかればよろしい。さてと、それじゃあ展望台でお昼ご飯にしようか。はーい。海が一望できるね。こんな場所で食事なんてすっごく贅沢な気分じゃない？確かに気持ちよさそうだ。早速ランチをいただこうか。うん。あ、お腹すいちゃった。私のはスモークハムのサンドイッチね。香ばしい匂いがする。僕のは魚介類のパエリアだね。サフランのいい香りがするな。それじゃ、いただきます。いただきます。それじゃあまずは一口っと。はあ、香ばしくて美味しい。レタスもシャキシャキしてる。パエリアも美味しいよ。サフランの香りが効いてて。バーテンさん、いい腕してるな。あ、ちょっと一口ちょうだい。私、パエリアってちゃんと食べたことないのよね。いいけど、ランチボックスを交換しようか。手が塞がってるから面倒だし。ヨシアが食べさせてよ。食べさせてって。もちろん。あん、それはちょっと恥ずかしいんだけど。いいじゃない、誰も見てないんだし。子供っぽいことしても笑われる心配はないってば。そういう意味で恥ずかしいんじゃないんだけど。まったく仕方ないな。海岸地方の代表料理よね。なんていうか、独特の香りが食欲をそそっちゃうというか。はいはい、よかったね。あ、なんか投げやり。えい、これでも食らえ。いや、美味しいんだけど、いきなり口に突っ込まないでよ。ふっふっふん、参ったか。はあ、美味しかった。サービスでもらったハーブティーも絶品だったね。体が温まって軽くなってくるっていうか、潮風も気持ちいいし、なんだか眠くなってきちゃった。食べた直後に寝ると牛になるよって言いたいところだけど、食後のシエスタもたまにはいいかもしれないね。今の鳥、カモメにしては大きくなかった？
そうだね。翼の形も違うし、くちばしも鋭かった。タカかワシなんじゃないかな。白いタカ、珍しいものを見ちゃったね。なんかいいことが起こりそうな気がしてきたわ。そうだといいね。ところで、眠気はなくなったんじゃない？残念ながら。なら、そろそろ出発しようか。今日中にルーアン支部で所属変更の手続きがしたいしね。それもそっか。うん、わかった。名残惜しいけど出発しましょう。ごめん、ちょっと人探しをしててさ。あれ？姉ちゃんたちこの辺で見かけない顔じゃん。そりゃそうよ、この町の人間じゃないもん。あれ、それより君って。なんだよ。さっき制服姿のお姉ちゃんが帽子をかぶった男の子を探しているって言ってたけど、君、なんか心当たりある？ああ、そうそう、オイラが探してる人と一緒だよ。どこで会ったの？宿酒場の近くだけど、ちょっと前のことだからどこに行ったかわからないわよ。私たちも一緒に探してあげよっか。いいよ、どこに行ったか見当つくしさ。そんじゃバイバイ。元気な子ね。ロレントのルックに少し感じが似ているような。あの子たち今頃何してるのかな。ヨシア、どうしたの？気のせいならいいんだけど、エステル、何かなくしてない？なくす？何を？身につけているものだよ。財布とかアクセサリーとか。何よ、やぶから棒に。財布はある。髪飾りもオッケー。遊撃士の紋章は。やっぱりね。一体どうなってるの？峠越えをするときに落としちゃったとか？落ち着いて、エステル。ランチを食べていたときにはちゃんと左胸につけていたよ。なくしたとすればこの場所でしか考えられない。 でもどこにも落ちてないけど。まさか。多分さっきの子だろうね。不自然なぶつかり方をしたからもしかしたらとは思ったけど。なんですって。どうして遊撃士の紋章なんかを。確かに子供が持ってても何の意味もないものだからね。いたずらの可能性が高そうだ。いたずら小僧、許すまじ。絶対に捕まえてお仕置きしてやるんだから。まあ、お手柔らかに。とりあえずあの子がどこに行ったのか調べてみよう。
うしたの？ちょっと聞きたいんだけど、この辺で帽子をかぶった男の子を見かけたことないかな？帽子をかぶった男の子、ああ、王立学園の生徒さんの連れがそうだったかしら。うん、まさにその子よ。どこの子かご存知ありませんか？この町の子供じゃないわね。孤児院の子だと思うけど。孤児院？マーシア孤児院って言ってね、テレサ院長っていう女の方が運営していらっしゃる福祉施設よ。東の明媚街道の途中にあるわ。あの子、孤児院に住んでるんだ。早速訪ねてみようか。Thank you.
だよ。フェイスブレイク。Thank you.